Hello everybody. Uh, at the first, I want to say thanks to my team, my fans, and the people who support us, who came out to watch the fight, and who uh, by the pay-per-view and watch the fight. That was a good feeling for us, and that was a good feeling for me. And my opponent was a strong guy, but I did a good job, and I'm looking forward for the next fight and. As, as I told yesterday, I invite top ranking fighters to fight with them. So, and thank you, everybody. え皆さんこんにちは。えー、まずはこの場をお借りしてチームのみんな、えー、そして応援してくださっているファンの皆さん、えー、そして会場、えー、フェイバビューを通して応援してくださった皆さんにまずは感謝を申し上げたいと思いますで。今回の大会は自分にとってすごくいい経験になりました。で、相手の内田選手もとても強い選手で自分にとっていい経験になったと思います。えー、まずこれからは次の試合に自分の次の試合にフォーカスして、昨日も言った通りですね、今後はあの世界のトップランカーとどんどん試合をしていきたいというふうに思っています。 ありがとうございます続きまして山下力也選手に判定勝ちを収めましたシナ・カリミアン選手よろしくお願いいたします。 And for me, it was like uh, after the one after the one years, almost one years, I back to the ring. Yeah, it was good and it was a huge fight. Thank to all the people support me and they came to Venio. We're going for forward. Thank you. えーまずはあのこの場をお借りして K-1 そしてライズの今回の大会ビッグイベントを開催してくださって本当にありがとうございます、えー、そしてえ会場にお越しいただいたファンの皆さんえーペーパービューを通して応援してくださった皆さんえ本当にありがとうございます、えー、自分にとって今回は約1年ぶりの試合になったんですけどもえその中でもタフでしたけどもえいい試合が結果ができたというふうに思っています、えー、本当に皆さん改めて応援よろしくお願いしますこれからはあの次に向けてえ集中していきたいと思いますさわりは กองพาวิศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับก็เมื่อวานนี้ผลการแข่งขันก็ทําได้สําเร็จดีใจครับแล้วก็ให้กําลังใจคนแพ้แล้วก็ดีใจกับคนชนะครับแล้วก็ตัวเองด้วยครับกีฬามีแพ้มีชนะเมื่อวานก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้เป็นคนไทยคนเดียวเข้าการแข่งขัน えこんにちはこんなパービラサックレップ舞台自分です、えー、昨日は、えー、大きな大会で8価値を収めることができて大変嬉しく思ってますし名誉に思ってます、えー、そしてあの昨日、ま、昨日出場した全部の全員の皆さん負けた選手勝った選手皆さんに えーと本当にお疲れ様と言いたいです。えーとスポーツには必ず勝ち負けがつきつきものですので、えーと昨日のような結果を受けてもえーとまだこれからもみみんなで頑張っていければと思います。ありがとうございました。と佐藤選手お聞きしたんですけども、まずあの軽勝ち瞬間した瞬間のこう自分の目に入ったこう景色がどういうふうに目に映ったかということと。 ああととのアンディフグさんんに憧れたと思うんですけども、そのアンディフグさんとと同じ舞台に立ったいう、ことに関ししてどのよううな気持ちか考えがありますでしょうか So absolutely, that's a good feeling after you win in a big venue like that with the huge population of the people, of the fans that cheering you, you know. That's a great feeling, and uh, that's given me a very big motivation for my next step for keep continuing my career in a good way and training harder. And yes, Andy Hook uh, was a big fighter, and it was a good feeling to be in that venue and fighting in front of that huge people. So, so、happy. And まず昨日、えー、KO 勝利した後ですけども、やはりあ,のあれだけ大勢のたくさんのファンの目の前でああいう勝ち方をできたことは本当に、えー、いい気分ですし、えー、次の自分の試合に向けて、そして今後の自分のキャリアに向けても、えー、すごくいいモチベーションになりました。 えー、そしてまあアンディ・フグがまあ戦っていた、えー、東京ドームでの試合ですけれども、やはり同じように大勢の観客の前でああいう形で、えー、試合ができたことは、自分にとっても本当にいい経験になったというふうに思っていますゴンナパー選手にもこう KO した瞬間のこう、えー、瞬間に会場がどういうふうに映ったか聞いてください。 ครับก็เมื่อวานชนะก็สิ่งแวดล้อมในเวทีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับก็มีคนรู้จักเยอะแฟนคลับมากขึ้นครับそうですねあの昨日の試合であのケーポちできた瞬間にと周りの景色が急に見えるようになって知ってる人の顔があの急にいっぱい現れてきました